ファイナル前日、まあ一週間前ぐらいからその、本当気持ちも本当ファイナルのことだけ考えて、まあ、マッチアップする相手のこともずっと考えてて、で練習も集中してて、そしたら前日の夜ぐらいに、なんか体調悪いなってなって、で、本当夜中ぐらいですよ。でも吐き気まで来て、で結局吐いて、マジかと思って、これ俺迷惑かけんじゃねえのかと思って。で、次の日、まあ、その日にも連絡しましたし、で、次の日みんなと合流したらみんな体調悪いみたいな聞いて、それこそ、安藤さんも吐いたみたいな。えってなって。いや、前日入りなんで、横浜行く朝に、なんか起きたらなんか、すごいなんか、頭、なんかちょっとクラクラすんなと思って、まあ、プレイはできるとは多分あんま思わなかったですね。まあ、それなりには、なんか、まあ動けてるっすけど、やっぱり、いや、今までのセミファイナルまでやってきた、そういう、その、プレイっていうのは、まあできないんじゃないかなっていう体の感覚でしたね。体調は正直結構きつくて、これ大丈夫かみたいな。で、その、スタッフ陣と喋って、その病院に行くってなって、その、なんていうんですか、まあ練習途中ですけど、やれることはやって、で、病院に行ったって感じですね。いや、もう、なんか、病院のベッドで寝てると、別になんか明日ファイナルだっていう、まあ、ことがちょっとこう、考え、頭の中にはそんなにこう入ってこなくなって、もうとりあえずしっかりこう寝て、まあ結構体も辛かったんで、まああんまりなんか、あ、でも明日ファイナルなんだよなって思いながら、なんか不思議な感覚でずっとベッドにいました。まあ1時間、どんぐらいだったっけかな、まあ1時間以上打って、でまあ一緒に2人でベッドで、まあ寝てて、で、まあ、心境は、まあ、これで本当良くなればいいなっていうことしか考えてなくて、明日本当どうなるんだろうって、そんなことばっか考えてましたね。いや、もうあの時、朝は、まあ、今考えたらその、100% 治ってたのかは、ちょっとあんまり考えれないですけど、まあ、あの時は前日がひどかったので、まあ、朝は結構こう、あ、今日いけるぞ、みたいな。っていう感じで、まあ、気持ち的にも体的にも、こう、良い感じになってました。チームは、みんな、その、自分に、本当やること集中してる状態だったと思うんですけど、まあ、個人としては、まあ、やっぱり体調、どうしてもやっぱ体調のことが頭にありましたし、で、やっぱコートに出てシュート打ちながら、こういう感じか、みたいな、こう、思いながら、でもとにかく本当集中するしかないっていうか、まあ、これでちょっと体調悪かったからダメでしたなんて言えないですし、もう本当に、とにかく自分のやれることを集中しないとってずっと思ってやってましたね。多分、指に引っ、スクリーンの時に多分引っかかってしまって、それで、ちょっと指いっちゃって、まあ一応副反ぐらいあったんですけど、なんか多分細かく見ればこうボールこんな感じで持ってたなと。いや俺すごい分かんなくて、なんでこのタイミングで交代なんだと思って、ファール？いやど、え、そんなかさんだかみたいな。でとりあえずその、でもその1クォーターの2クォーター終盤だから、まあ、ディエンス守るという意図で自分を出したのかなみたいな。いや、やっぱりでもあの辺も出てるんで、まあ落ち、はあ、マジかよみたいな。って感じ。痛いとかはなかったんですけど。いや、俺多分、ハーフタイムか、ほんと試合終わった後ぐらいっすよ。まだ分かんない。いや、自分知らなかったっす。まあ、特にみんな、焦ってる様子もなく、ま、
かといって、まあ、落ち着きすぎてもなく、こう、本当に多分平常心で、ミーティングしたのを覚えてますし、マルカもまあ、ドンドッテンディモミニッツって言って、言ったのが結構覚えてますね。あ、でもやっぱり天皇杯で、まあ、劇的な負け方したし、まあ、あれはもう本当自分の責任だと思ってましたし、それにやっぱりずっと勝ててない千葉との対戦だったんで、で、なんか前日体調不良とか、打球とかもしてみたいな。まあ、本当にたくさんの思いが込み上げて、まあ、本当にでも一番は天皇杯のこう悔しさっていうのがあったし、まあ、それが全部涙になってしまいました。そうですね。そのまあ、父ちゃんとはいろいろ、まあ、連絡取り合ってて、で、まあ、ちょっと前に亡くなっちゃったんですけど、まあ、でもこの大会っていうか、ファイナル前ぐらいにその高校の恩師とか、それこそうちの父ちゃんと一緒に仕事してたんで、ずっと高校の恩師とか、まあ、それこそ家族がその優勝したら、まあ、持ってってあげればってなって、まあ、でもそういう話ってこう意外と試合前に聞いちゃうと、あれじゃないですか。優勝できなくて、持っていけないパターンっていうのは、多分ありがちっていうか、ありそうな話なんですけど、まあこうやって優勝できたのも、まあ、父ちゃんのおかげというか、まあそれで、あそこでこう掲げたり、あの台にこう立たせてあげれたっていうのは、結構、まあやっぱ初年度より2年目の方が、印象が大きいし、思い出に、これから残ると思います。まあ一言で言うのもなかなか難しいんですけど、うん、やっぱり何のためにレギュラーシーズンをこう戦い抜いてきて、まあ、どこの国でもファイナルっていうのはもう二つのチームしか多分いけないとこだし、まあ、その、本当に、レギュラーシーズンを終えて、プレイオフを勝ち抜いてきて、まあ、最後本当に選ばれた2チームが、そのリーグを、代表して、1年の集大成を、こう、見せる、だと思ってます。うわ、難しいですね。そうですね。やっぱこの、まあ、バスケットやってる、まあ、人としてその、まあ、ここが一つの、まあ、結構みんなの目標でもありますし、でも意外とやっぱファイナルって、まあ、やることは結構地味で、まあ、中学生小学生ぐらいだったら、まあ、ファイナルでなんかバックビハインドして、レクスルーして、ダブルクラッチしようとか考えますけど、今は本当、なんていうんですかね、本当かなり地味。今までやってきたことをやるしかないっていうか、地味だけど、それで勝てなかったらしょうがないっていうか、華やかな舞台に見えますけど、かなり地味な舞台っていうか、なんかそんなイメージがあります。まあ同じポジションっていうのはまあ結構どこのスポーツの世界でもなんかそのライバル的存在だったりとか、まあ、よく言うんですけど、なんか僕の場合は本当に、仲間だなと思ってますし、まあ、変な話、元気がスタッツでもおかしくないっていうぐらいの、やっぱり実力ですし、まあ、逆に認めてるからこそ、まあ、こういうことも普通に多分言えるっていう、本当の、仲いい同じポジションのチームメイトです。ね、まあ、意識って、まあ、意識はしますよ。でも、なんていうんですかね。まあ、ライバル
とも思いますけど、そんな尖ったあれはないですね。私、アンディはやっぱ、うまいなと思いますし、うん。なんかそんな感じです。まあ、本当に、最初の方は、もしかしたらライバル関係もあったかもしれないですけども、やっぱり1回目優勝して、2回目優勝してって、もうほんと月日が経つたびに、やっぱりなんか、こう、どんどん僕らでこう構築していこうっていう、本当に絆があるんじゃないかなって思います。1年目からずっとそうやってやってきたんで、まあこれからも、まあどう変わるかわからないですけど、そうやっていきたいなとは思います。